名人戦。名人戦は、毎日新聞社と、朝日新聞社共催の将棋の棋戦で、タイトル戦、竜王戦、名人戦、秋田王戦、王位戦、王座戦、棋王戦、王将戦、棋聖戦の一つ。将棋界の近代化にあたり、江戸時代以来の終身位名人制を廃止、短期実力制によって、名人を選ぶべく、1935年に、 第一期が開始された第一期リーグ戦は1935年から1937年にかけての2年間、タイトル戦の中で一番長い歴史を有し、七番勝負の勝者は名人のタイトル称号を得る。名人には竜王くらいと共にプロ将棋界の頂点とされている。名人と挑戦者とで行われる対局、七番勝負のこと。 名人戦七番勝負の勝者には、将棋界で最も格式と歴史のある家元姓として、江戸時代初期の1612年以来、実力制タイトルとして1937年以来である、名人のタイトル称号が与えられ、次期の七番勝負終了まで、そのタイトル保持者となる。毎日新聞社と朝日新聞社とが、共済2007年度からし、 大和証券グループから協賛を受けている2005年度から。江戸時代以来、近代まで、将棋の名人は世襲制、ただし、血縁絶対ではない、家元制、水居制であった。1929年、読売新聞社による第一回日本将棋選手権戦開始にあたり、読売新聞社が行ったアンケートに、時の名人、関根金次郎が、古来、 名人の位は一生果てのものだが、私は時世に鑑み適当な時期に退院したいと思うと回答。なお、この頃の関根は、名人ではなく、九段性を考えていた。その後、日本将棋連盟顧問の中島と三春の発案を受け、1934年、昭和9年、東京日日新聞学芸部長の安倍晋之助が井戸、及び将棋の 実力名人戦を企画し、日本将棋連盟会長の金安次郎が1935年に、昭和12年、1937年に300年、続いた一世名人を敗すると発表。同年、名人戦、当初は8段9名のリーグ戦が開始。2年にわたる、第一期名人決定大帰戦の結果、1937年の12月6日に、木村義雄が、 初代の実力生命人に決定。1938年2月11日、13生命人の関根金次郎は1935年に提出した生命書に基づき名人位を伸ばし、木村が実力生命人位に就いた。これにより、初代大橋総計以来続いた一世名人制が廃止され、短期実力生命人位制度が開始された。なお、以後は、 名人戦ではなく本因坊戦とされ1939年に開始した。名人戦の予選は順位戦と呼ばれ、永久順位戦の優勝者が挑戦者となる。名人と挑戦者が名人戦七番勝負を戦う。詳しくは順位戦の項を参照のこと。持ち時間は各六時間。名人と永久順位戦の優勝者が七番勝負を戦う。 7番勝負は全国各地の旅館や料亭、あるいは文化的施設など、拡張高い場所で行われる。第66期2008年以降は第1局を東京都文京区の椿山荘で行い、第2局第5局は全国の自治体からの公募により、開催地が決定されるのが恒例となっている。持ち時間は各9時間、将棋界で最長で、 二日制で実施される。一日目の終わりには封じてを行い、二日目の開始まで次の手を考えて有利になることがないようにする。なお、二日目に夕食休憩の時間があるのは2018年現在、タイトル戦の中では名人戦だけ、一日制のタイトル戦では王座戦と明王戦がある。名人戦の賞金額は通常非公開だが、 過去に、将棋世界史上でその一端が公開されたことがある。同記事によれば、1991年当時の名人、及び挑戦者の賞金額は、以下の通り。したがって、名人を防衛すると合計で、約3、500万円ほどとなり、当時の竜王戦の賞金と、ほぼ並ぶ計算となる。当初は一期二年であり、二年間かけて挑戦者を決め、 たま数年に番勝部を開催していた。ただし、1938年、1944年、1946年は、挑戦者不在などの理由により番勝部が開催されず、このうち1938年と1946年は、前年である、奇数年のうちに名人が決まった。各期ごとに試行錯誤が重ねられ、挑戦者決定リーグの開催方式が変更された。 1946年に順位戦が始まったことで、1947年以降は一期一年となり、挑戦者決定方法も固定された。名人を通算五期以上獲得した騎士は、原則として引退後に衛星称号である衛星名人を名乗ることができる。他のタイトルの衛星称号と異なり、余名人という称号となる。これは、江戸時代から続く。 中世名人制を引き継ぐためであり、最初の永世名人である木村義雄は関根金次郎十三世名人の次であるから十四世名人を名乗った。永世名人の資格は1949年に名人選手主催者が翌年から朝日新聞に変更となったのを機に制定された。当時の規約は名人五期以上の騎士が出刊した際に、 連盟がその騎士の人格等を審査し、永世名人にふさわしい人物であれば、永世名人の称号を送るというものであった。規約制定以前の1945年に、木村義雄はすでに規定の名人ご家を達成していたため、当然この資格を獲得し、1952年に名人を出刊すると、永世名人を重ねくらいした。なお、 木村の名人獲得奇数5期は1949年に達成したものであり、戦前の獲得奇数は実際は4期であるとか、永世名人の規約ができたのは1952年であるなどといった誤解がある。しかし、木村の名人獲得奇数と規約制定年と重ねくらいとの関係を理解しないことから起きた誤りである。この規定による、 永世名人の資格獲得者は、木村義夫、14世名人、大山康春、15世名人、中原誠、16世名人、谷川康二、17世名人、森内俊幸、18世名人、羽生義春、19世名人の6名である。このうち、谷川、森内、羽生は現役なので未だ重ねくらいしていない。 木村は1952年の名人陥落後に引退して14世名人を名乗った。大戦は名人13連覇など数々の偉業を称えて特例で現役でありながら15世名人を名乗ることを許されていた。2007年11月、中原も名人15期をはじめとする実績を称えて現役中に16世名人に衰退された。2017年現在、 規定通り引退後に永世名人を名乗ったのは木村のみである。上述の通り、第10期以降は、名人戦挑戦のために、順位戦永久在位という前提を要する、関係上、名人戦挑戦者の段位は、必然的に8段以上となる。8段の挑戦者が名人位を獲得した場合、段位は9段となる。百七十三年十一月三日に投機定が、 施行されて、以降、名人未獲得に伴い9段に昇段した騎士は、谷川浩二、佐藤康光、丸山忠久、森内俊之、佐藤天彦、豊島正幸の6名である。なお、谷川と丸山は、5段から8段までの全ての段位を、順位戦の昇級に伴い昇段したので、名人未獲得を、A 級から名人への昇級と考えると5段から9段まで、 すべて順位戦の昇級で昇段したことになる。A 級順位戦の記録は、順位戦、及び、衝撃士の在籍クラスを参照。1978年の NHK 特集で、名人戦の模様が初めてテレビ放送された。名人戦七番勝負、竜王戦七番勝負も、同様の模様は、2015年まで NHK、BS プレミアム、2010年までは NHK。 BS2 で、将棋名人戦という番組名で放送されていた。各局の1日目は17時1 8 0 0に、2日目は16時1 8 0 0に生放送されることが多い。結果はダイジェストとして2日目の夜遅く、翌日の0時ス -1 時台に0分程度放送される。司会を NHK の男性アナウンサーが、解説を騎士が、 女流騎士が解説の聞き手を務めるという三人体制が長く続いているが、2011年は女流騎士が出演せず、第一局で磯部き将棋普及指導員が聞き手を務めた後、第二局からは男性アナウンサーが聞き手を兼ねる二人体制となった。2010年度からは番組の始めと終わりに初めてテーマ音楽が流されるようになった。 ドラムセット付きのオーケストラに模したコンピュータミュージックである。将棋竜王戦、以後のタイトル戦番組でも同じ曲が使用されている。また、この名人戦の挑戦権をかけた A 級順位戦最終戦の実況中継も将棋界の一番長い日と題して、2012年まで BS プレミアムで時間を区切っての長時間実況中継が行われていたが、2013年は、 放送チャンネルを、以後、将棋チャンネルと BS スカパー、スカチャンニー上、以後、将棋チャンネル提供して行われた。ニコニコ生放送、2012年対アベマ TV、2017年、タイによる七番勝負の完全性中継が行われている。当初の主催は、東京日日新聞及び大阪毎日新聞で、後日社が合併して、 毎日新聞主催だったが、第9期、1950年から第35期、1976年は、朝日新聞社の主催に変わった。第36期、1977年から、毎日新聞社の主催に服し、第66期、2008年により、毎日新聞社、朝日新聞社の共催となる。順位戦順位戦の歴史も参照。 この年、名人戦の契約が毎日新聞から朝日新聞に移っている。正確には、1949年の順位戦の中断中の毎日新聞社と日本将棋連盟との交渉が決立し、その以降の順位戦、及び、翌1950年に開催される名人戦の主催者が朝日新聞になった。名人戦を失った毎日は王将戦を創設し、 再び名人戦の主催者となった後も、王将戦の主催者、スポーツ日本新聞社と共催として現在に至っている。この年、日本将棋連盟が名人戦の契約金として、前年の1億1000万円から3億円、名人戦2億円、順位戦1億円の大幅な増額を要求している。大幅な値上げの背景には、以後の序列1位の起戦である。 規制線の契約金が1億6千万円であったため、以後に対抗する意味でそれ以上の金額での契約を成立させたいという思惑があったと言われる。朝日新聞社はこれを拒否し、前年と同じ1億1千万円と一時期に1千万円の合計1億2千万円の案を提示した。連盟は要求額を1億6千万円に引き下げたものの、双方の溝は埋まらず、 同年7月に契約は打ち切られた。その後、毎日新聞社が交渉に参加し、9月には契約金2億円で、翌1977年度からの名人戦の主催を行うことが決定した1976年度の順位戦、1977年の名人戦は中止された。直後に行われた臨時の起死総会で、 毎日への遺跡の賛否を問う投票が行われ、二票差という、僅差でありながらも遺跡が認められることとなった。反対票が、当初の予想を大きく上回ったが、これは、この投票の前に、順位戦、この年は中止されているに代わる臨時の昇級期戦を、要求した若手陣が、臨時期戦の実施を否決されてしまったために発した、ためとされている。名人戦を失った朝日新聞は、 1977年から朝日山名人戦を1982年から全日本プロトーナメント2000年以降は朝日オープン将棋選手権2006年で終了を主催している。なお1991年11月頃、日本将棋連盟の理事会で名人戦を朝日新聞に移そうという動きが表面化していたという記録があるが、この時点では実現しなかった。 1991年8月、日本将棋連盟障害担当理事の大内信之が、朝日新聞社に、名人選手祭に復帰する考えがあるか打診した。日本将棋連盟の8人の理事のうちでも、朝日へ移す案に賛成派は、大内、二上達也、田丸昇の3名のみで、残り5名は反対だった。その後、91年9月、92年3月、92年5月の、 企視会でも反対意見が多く廃案となった。2006年3月、日本将棋連盟理事会は第66期2008年以降の主催を朝日新聞社に関するとの方針を示し、この時点での主催者である毎日新聞社に対し契約を更新しない旨の通知書を送付した。事前に何の相談もなく下された理事会の決定に、 長年名人戦を通じ機会を盛り立ててきた毎日、新聞社は激怒し、大きな問題となった。問題が大きくなった要因の一つとして、毎日新聞社との直接交渉を担当した中原誠戦無理事、副会長が、名人戦は朝日に移るが、王将戦を盛り上げてほしいとの不手際な発言があった。その後、米長国尾会長が、 中原交渉担当の出現の可能性を認めつつも、双方誤解があったという苦しい釈明をしている。また、米長会長は、東京中日スポーツ市場の連載コラムにおいて、毎日新聞社通知書を送ったのは、現状の契約条件を変更したい場合にも、通知書を送る必要があったためであり、朝日新聞社への遺憾ありきの話というわけではないと、説明した。また米長は、 同コラムで日本将棋連盟の予算は現在毎年約1億円ほどの赤字が出ており財務体質の改善のためにも契約の見直しが必要だったとも述べているが毎日新聞社側はこの主張に対し将棋連盟は長年十分な契約料をもらいながら財務改善の努力を一切しておらず金に困ったから審議を捨て伝統を売るのかと社説で批判した 2006年度の名人戦の契約額は3億3400万円であったのに対し、朝日は3億5100万円、他に臨時規制に4000万円、普及協力金に1億5000万円での5年契約を提示していたという通知の撤回を求める毎日に対し、連盟は一時、毎日、朝日の共済を提案するなどの妥協案を提示したが、5月になって、 補充説明書を毎日に送り、毎日はこれを通知の撤回とみなして、契約見直しの今日に応じると発表。その後に行われた、騎士総会において、毎日が単独での契約を望む場合、毎日の提示した契約条件を受諾するかどうかを、騎士の評決で決定毎日が朝日との共済を望む場合、交渉は理事会に一任するとの案が採決された。 7月10日、毎日が単独での主催による7年契約。1年目は3億3500万円。2年目以降は、毎年競技、その他将棋振興金として、年3000万円を提示。帰戦の契約は、通常3年契約で行われており、異例の長期の提案となった。羽生義晴、当時王位、王座、王将が、対局終了後のインタビューで、森内敏幸、 当時名人、企業が、名人就位式の席上で、渡辺明、当時劉王が、自身のブログで、それぞれ毎日案を支持することを表明した。8月1日に、臨時の喫煙会が開催され、毎日案の採決が行われた。結果は、賛成90票、反対101票となり、毎日案を受諾しないことが決定したが、賛否の差が少数であったため、 朝日は毎日との協済を提案した。9月19日、毎日は協済についての協議を開始することを受け入れ、11月1日に協済に関して基本事項で合意したと発表した。12月27日、毎日、朝日両新聞社と日本将棋連盟の間で契約金などについて合意された。名人戦、順位戦は5年契約となり、 契約金は両者合わせて年額3億6千万円。別枠の将棋普及協力金が年額1億1200万円となる。また、朝日新聞社が主催している朝日オープン戦試験は、朝日新聞社の新規戦扱いとなり、契約金は年8千万円。朝日廃将棋オープン戦に改められた。毎日新聞社などが主催する王将戦、契約金は、 年7800万円は継続して開催される。なお感染期については双方それぞれの独自の取材を行い、名人戦については双方から1名副立会人を出すこととなった。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。